ジャック・ウトマンは、フランス出身の指揮者。奴隷の地域圏防ュ圏ミルクールの出身。ナンシー音楽院を経て、エコールノルマル音楽院に進学し、ジャン・フルネとアンリ・デューティユーの訓導を受けた。1961年に、ブザンソン国際音楽祭の指揮者コンクールの学生部門で優勝。その後、フランコ・フェラーラの指導を受け、1965年の ミトロプーロス国際指揮者コンクールで優勝して1966年までレナード・バーンスタインの助手を務めるようになった。1967年からリオン歌劇場の主席客演指揮者となる。1971年からリッチモンド交響楽団の主席指揮者を務め、1986年にロレーヌ・フィル・ハーモニー還元楽団の主席指揮者に、 転出して1997年まで在任した。ハウトマン、チャック。2015年12月7日時点のオリジナルより、アーカイブ。2015年12月7日閲覧。アーカイブ2019年5月30日、ウェイバックマシンアーカイブ2019年5月30日、ウェイバックマシン、ジャック・ウトマン・ディスコグス。ありがとうございます。